毎週水曜のこの時間は、ショーン・テショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。坂本10でございます。いや、9でございます。今日は数字のお話でございます。 風水では数字にたくさんの意味があります皆さんも一泊水星だとか九死火星八泊土星とかって聞いたことありますよね、えー、風水では年代の流れを180年三元九運に分けて考えています180年を20年ごと9つに分け今は2012年なので我々は第八運の世界で生きていますこの第八運での数字の意味というものがあります 良いと言われる数字は八九一。気をつけたいのが二三五。私は佐藤八雲、坂本九雲、鈴木一雲と覚えています。悪い方は渡辺二雲に羽賀健二雲。レッツゴー三雲、石川五右衛でございます。 香港のお金持ちは運気を上げるために、えー、自動車のナンバープレート8888 88に多くの金を出したりするんです、えー、この数字の価値は特に数字の下一桁で決まります例えばあ電話番号も8888 88には高い価値があります私の店の電話番号もできるだけ8と9と1を入れて7871891です私の師匠などはホテルにチェックインする際 部部屋屋番号が2や5だったらら必ず部屋を変えてもらいます。前に下1桁5の部屋の2の方位に時計がカチ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 動いて夜中に霊が出たとまことしやかに言っておりました皆さんも早速電話番号プレートナンバーチェックインしたホテルの部屋番号または風水鑑定の家の玄関方位の番号をチェックしてみてください それらが2や3や5になっている方または風水鑑定や対策を行っているような暇がない方は風水界最強の戦士金属製ケータイヤーズのお守りを必ず持ち歩いてくださいね、えー、ケータイヤーズのヤーズというのは竜の7番目の子供。三国志の戦いでは船のへざきにするほどの強いお守りなんですお問い合わせは三輪穂トーレンス店のドラゴンゴッド310-787-1891 本日の司会は坂本八でございました。来週は100正岡がお送りする感謝祭は八面鳥です。じゃあ、小音亭ショーン・テショウノさんでした。ドラゴンゴッドお問い合わせは三一零七八七一八九一まで。